皆さんこんにちは、みのりんです。今日はですね、こちら、これね、マーブルフライパンなんですけど、パンケーキとかを作るのに最適なパンなんです。パンケーキとかを作るために最適なフライパンなんです。本当はね、もっとクッキング系の動画増やしたくって、こんな感じにミッキーのお鍋とか用意してあるんです。可愛いでしょ、この蓋がミッキーなんです。なかなか料理系動画作ってないので、ただ夕飯を作るだけの動画とか、結構私料理してたりするので作っていけたらいいなと思います。では本日はパンケーキっていうことで、パンケーキアート挑戦していきたいと思います。私が大好きなアリエルを作っていきたいと思います。はい、では早速キッチンへ行きましょう。はい、ではまずはホットケーキの素を作っていきたいと思います。こちらホットケーキミックス森永。ボウルに卵と牛乳または水を入れよく混ぜます。次にミックスを加え軽く混ぜ合わします。混ぜすぎない。へー。ということで、まずは卵、牛乳、100ml、よく混ぜます。で、混ぜすぎないようにちょっとダマになるぐらいでいいそうです。これぐらいかな、ちょっとダマっぽい感じで。そして最終兵器の竹串を用意していきます。これを使って絵を描いていきます。では早速、よいしょ、パンケーキを描いていきましょう。見えますか？ちょっと角度的に言って邪魔ですよね。見えないか。ここならどうでしょう。もっと見えないな。あのですね、あまりにもカメラの位置的に見えないし、ちょっと絵が崩れてしまったので、また一から始めます。カメラの位置を移動します。はい、では気を取り直して描いていきます。キャペンよりは全然描きづらいです。全然関係ないんですけど、今度ディズニーの乗り物全部乗ってみたみたいな動画作りたいです。一緒に作ってくれる子いないかな。後ろは消しゴムみたいな役割にもなるので、長い線を描くのが大変ですね。もっと牛乳入れた方がいいのかな。はい、こんな感じで描けました。いかがでしょうか。これで焼いていきたいんですけど、今ね、髪の毛も赤くしたいなと思っちゃったんですよ。なので急いで赤い食紅を混ぜて赤い種を作りたいと思います。これをちょっとボウルに移して、ああ、ちょっと入れすぎたかな、大丈夫かな。混ぜます。じゃあこの赤はね、今ライティングでちょっとオレンジっぽく見えるんですけど、ちゃんと赤です。を髪の毛として使っていきたいと思います。あとせっかくなので緑もあるので、目は緑色にしたいなと思います。目は本当にちょっとで大丈夫かな。これぐらい取ってよっ、緑は発色がいいです。よしよしよし、他にあるかな。これぐらいで大丈夫かな。
はい、これでパンケーキを作っていきたいと思います。この線が焦げてくるぐらいまで焼いていきます。弱火から中火ぐらいかな。強火にしちゃうとダメなので気をつけてください。お、線がはっきりと見えてきたんで見やすい。やりすぎるとまた剥がれちゃったりしてめんどくさいんですよね。あ、焦げてきた焦げてきた。これで一旦火から離します。濡れタオルを用意してあるので一気に冷ましていきます。着色したパンケーキの素を入れていきます。これは麺のところ。赤い素を流し込んでいきます。髪の毛の部分だけに流し込めるように気をつけていきましょう。ドレッシングボトルみたいなのを買ってこうチューブに入れて流し込む人とかいるんですけど、そっちの方が多分ずっと早いです。100均で売ってるのでそれを使うことをおすすめします。弱火でほんのちょっと焼いていきます。ほんのちょっとプクプクってするぐらいがいいんですけど、一旦火に止めて濡れタオルの上にまた乗せていきます。では最後に一気に流し込んでいきます。まだちょっと熱いかな。もうちょっと待ちましょう。完璧に熱さを感じなくなるまで待ちます。いい感じですね。一気に流し込みます。本当に弱火でやらないと焦げちゃうので肌が黒くなっちゃいます。焦らずじっくりと弱火で焼いていきます。あ、でも匂いは美味しそう。ちょっとかな。あ、ダメダメ。できた。アリエルできた。あと普通に反対側を焼いていきます。じゃじゃん、アリエルできました。どうですかね。ちょっとね、周りがボロボロってなっちゃったのがもったいないなと思ったんですけど、今回初めて色をつけてみたパンケーキなので初挑戦だったんですけど、色もねちゃんと出てよかったと思います。で、せっかく作ったんですけどちょっともったいないし、今ダイエット中なのでこれから友達に会うのでお裾分けしていきたいと思います。今度またこのキャラクター作ってくださいとかあればぜひぜひコメントください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。